染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらダウンコートになります。お色は黒です。ブランドはアンタイトルですね。はい、そうです。ですね、襟のところをご覧いただきますと白っぽくなっているのがお分かりになるかと思います。汗や皮脂がつきやすいところなんですが、同時にファンデーションがついてしまっているんだと思います。去年の冬に着用なさってずっと洗わずに1年がまた冬が来て、で着る前に洗おうというふうなことで、着る前洗いをお預かりしました。こちらポケットのこの部分を合成比較ですね。合皮の部分がですね、3年から5年をめどに徐々に劣化してきますというふうなことがですね、内側のタグに書いてございました。製品の一部に使用された合成皮革、人工皮革部分はポリウレタン樹脂を使用しているため3から5年で劣化するというふうに書いてあります。ただお客様そんな意識はないんじゃないかなと思います。この部分ですね、今は何ともないんですけども、触るとですねちょっとペタペタしてきたりとか、あとは夏の日焼けの後の肌のようにちょっと皮がむけてくるような感じでですね、劣化してくるなんていうふうなことが避けられない素材と言われているんですが、お預かりの状態はまだ大丈夫そうでございます。それでは襟のこちらの汚れきれいにしたいと思います。アンタイトルのダウンコートです。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ダウンコート仕上がりましたので状態を見ていきたいと思います。特に色の段差があったのが襟のファンデーションの白っぽいようなシミでございます。それではカメラを寄っていきたいと思います。はい、いい感じに綺麗になっております。こんな感じで綺麗になっております。大丈夫です。全体の汚れも大変綺麗になりまして、いい感じに仕上がっております。ダウンのロフトもいい感じですし、こちらポケットの口のところに部分的に使われていた合成皮革の経年劣化に関しても全く問題なく、ペタペタもしてないですし、剥がれたりもしてなくてまだ大丈夫でございます。アンタイトルのダウンコート、ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。